基礎計算、思わずことをする基本問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。次の計算をしてください。では解説をします。上のように足し算から計算して誤答するケースがあるようです。本来は掛け算から計算します。最後に足し算をしますが、約分を忘れずに行って3が正解となります。おまけ問題です。図のように直角三角形の中に正方形を作り、さらにその正方形の各辺の真ん中の点を結んで小さい黄色い正方形を作るとき、その正方形の一辺の長さを求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。